はい、こんにちは。大阪市住吉区にある竜張灸整体院院長の笹原健太郎です。本日は仙腸関節っていうのを自分で調整する方法ですね、特に腰痛とかヘルニアの方に向けてお伝えの方をしていきます。で、仙腸関節ってまず何なのかというと、この骨盤にある関節ですね。で、この真ん中の骨が仙骨って言います。で、この横の骨が腸骨、この骨と骨の間の隙間の部分ですね、ここを仙腸関節って言います。で、ここがなんで腰痛とかヘルニアに重要なのかというと、ここっていうのは実は数ミリなんですけども動いてるんですね。で、その数ミリが何に違うのっていうふうに思う方多いと思うんですけども、実はその動きができるできないだけで腰にかかる負担っていうのは全然変わってくるんですね。だからこの仙腸関節の動きっていうのをちゃんと動きやすいように調整してあげることによって、腰痛ヘルニア解消にすごく、影響するんですね。ただなかなか整体院とか行けないけど、なんとか自分で調整してみたいという方が結構この動画を見ておられると思うので、なので今日は自分でできる調整の方法ですねっていうのを、知っていただければなと思います。で、まず調整するのに大事なポイントがあって、まずこの骨盤の腸骨という骨のこの際につくお尻の筋肉ですね、ここを調整することですね。ここの筋肉の緊張を取ることがまず大事になってきます。なぜかというと、ここの筋肉が硬いままやと仙腸関節というのが動きにくいからですね。なのでまずここをテニスボールでグッと刺激する方法がありますので、まずそれをお伝えします。で、それで調整してから次に仙腸関節っていうのを動きやすくする方法ですねっていうのを、ベッドの上でやるやり方がありますので、今からちょっと具体的にやり方の方をお伝えの方していきます。はい、では、今からこのベッドの上で仙腸関節の調整法ですね、自分でやるやり方の方をお伝えしていきます。じゃあ調整するのに何を使うのかというと、こういったバスタオルとかです。こういったタオルであったりとか、あとテニスボール、これを使って調整の方をしていきます。で、早速やっていきますね。まず仰向けに出ます。で、仰向けに出て、まず左の方から左の調整をお伝えしていきますね。で、先ほどの骨模型でお伝えしてた骨の際のところですね、後ろに出っ張った骨がありますので、その外側の際のところ、この部分の緊張が高まると仙腸関節が動きにくくなるんですね。ここをテニスボールで押さえます。押さえるポイントは、先ほどもお伝えしたように後ろの出っ張った骨の外側ですね。で、ここを膝を曲げたまま押さえます。で、押さえた状態でゆっくりと足を左側に倒していきます。左側に倒していくと圧迫されて痛気持ちよく感じてくるんですね。で、これの足の度合いを左に倒せば倒すほど刺激っていうのは強くなります。ただ強くしすぎると逆に緊張が高まってしまいますので、じわーっと倒して痛気持ちいいところで止めてください。これで15秒から20秒間圧迫を、痛気持ちいいところで圧迫された状態をキープするようにします。で、15秒か20秒経ったらゆっくり元の位置に戻します。これでまず先ほどの仙腸関節の外側にあるお尻の筋肉の緊張を緩和します。こうすることによって仙腸関節のが動きやすくなります。ここで次に使ってもらうのがこちらのタオルですね。じゃあどう使うのかというと、まず左を調整するので右足は伸ばします。で、このタオルをこの膝の下側ですね、下側にかけます。かけてこの膝に近いところで持つようにしてください。これでぐーっと手前に持ってきます。持ってくると仙腸関節のところに圧を感じるんですね。で、ここまで来たら息をゆっくり吸って、で、ふーっと吐く。で、吐いてリラックスした状態でクッと力を入れてください。
で、この時にゆっくりではなくてじわーっとまずは来て、で、仙腸関節のところにぐーっと体重が乗る感覚っていうのが出てきますので、そこの位置の状態で深呼吸です。息を吸って吐いて、で、吐き切った時にクッとですね、ゆっくりではなくて吐き切った後にクッと力を入れます。こうすることによって仙腸関節っていうのが動きやすくなります。そうすることによって足っていうのが上げやすくなるんですね。これを左側終わった次右側ですね。こうすることによって仙腸関節っていうのが動きやすくなります。実際今私自身も左側をすごく軽く感じるんですね。で、ここの調整ができると、腰ですね、腰にかかる負担が減って腰痛ヘルニア解消につながりますので、ぜひこの動画を参考にしながら実践していただければなと思います。ただ痛みとかがひどい場合っていうのは自分で変にしすぎると悪化するケースもありますので、あまりに症状が重い方っていうのは自分であまりせずに、まずは専門のそういった治療院の先生であったりとかですね、病院の先生に見てもらってから、実践の方をするようにしていただければなと思います。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。